疲れ様です。お疲れ様です。今日の企画はみんなのこのテンション低さ。今日の企画はとにかく尺を切れさせよう。久しぶりに。久しぶりに。何で切れさせるんですか。さあそれなんだけど、ある人物を使おうかなと。ある人物。ね。佐藤佐藤健。皆さん大好き佐藤健。佐藤健二。フルネームで言っちゃうから。佐藤健二ね。本人何も知らんけどね。勝手に。動画で気づけ。そう。健さんを使って、ちょっと前に会ったんだよね。怪我しちゃって、うん、今現場に出れないから、どうするかって話を、ここと社長か。なんか真面目な話してたんだよね。続けるのか、まあ、もうやめるのか。どうするかっていう。社長は社長的には仕事ができなかったらもう辞めるしかない、まあ、そうだね、経営者の立場から経営者のね。え、じゃあ逆にみんなは俺らは残したい。そこだよね。今日はうちがケンさんを辞めさせないでっていう社長に説得するってこと。そう、でも相当なこと言うのは切れんくない。でもそれだったら納得しちゃうかもしれないですよ。ペコさんお気に入りなんで、いいよって。いや無理でしょ、さすがに女の子に言われたこといいよって言っちゃうかもしれないですよ。いや、どっちもいいや。どっちに転んでも俺ら的にはビンビンじゃん。だからケンさんを戻せるって戻せるってなるかもしれんし、だからだから普通のこと喋っとったら普通のこと正論で返ってくるから。そういうことね。おかしなことを言えばいい。ったこといいからめっちゃむずいんだけど、だからそれを俺らがモニタリングして、じゃあだから4人にかかっとるからね。やってきるまでに準備しましょう。お願いします。お願いします。頑張ってー。やだー、もう泣きそう。もうすでに。緊張してきたマジで。いける？ガチの緊張よ。聞こえる？聞こえる。聞こえる。もしもし、お疲れ様です。うん、今社長どこにいますか。なんで。いや、本社戻ってきます。うん、戻っとるよ。あ、本当ですか。ちょっとお話ししたいことが。今ハゲていて。おい、ハゲていて。さっきも出たんですけど。出て。ちっちゃく言ってよ、ちょっとハゲ。あと、まあ、10分、15分ぐらいつくと思うけど。あ、了解しました。待ってます。お願いします。今、よろしく。はい、失礼します。ハゲの状態よ。じゃ、ここはおかしいから。今、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 今何時から来るの。ちょっと待って、ちょっと帰ってくる。社長今日帰ってくるかなって、30分後ぐらいに帰ってくるって言ってましたよ。どうした。え、お手洗いですか。お手洗いですか。今ちょっと小さい声で何か喋ってるのか。一回ちょっと行ってみ。どうした。昨日、たまたまケンさんと会って、ケンさんのその今後が、まあ、どういう風にしようと、まあ、怪我してるじゃないですか、うん、でどういう風にしていくのかっていう話になって、ケンちゃんのな、そうですね、まあ、話したじゃん。あ、そうですね、前もみんなで、うん、まあ、社長メンバーと社長と話したと思うんですけど、社長の表情見えるからもっと取ろうかって言ってみてよ。辞めさせるっていう方向なのか。あの時もケンちゃんだったり、まあ、自分で考えてくれとは言ったけど、ケンちゃんがどうするかだよな。何しとったの、ケンちゃん。ケンさん自身は、うん、まあ、戻ってこれるなら戻りたいかなみたいな。まあ、戻ってこれる自分考えなかったな、そういうこと。まあそうですね。やる気があれば戻ってこれるし、戻ってこれるならって言ってる自体はおかしいけど。でも今実際、まあ、手が何ヶ月、2、3、半年ぐらいは多分やっぱ人体やってるから使えないから、足場に戻るのはやっぱり難しいのかなっていう、うん、
なんかドバジーやるか、まあ、営業でもいいんだけどな、やるなら、うん、なんか私たちとして戻ってきてほしいなっていう、それケンちゃんが決めることであるんじゃない、まあ、最後そみんな戻ってほしいのは、まあ、みんなも言っとったじゃん、うん、別に戻ってきてほしいし、うん、じゃあもう社長も戻ってきてほしいと思うんだったら戻ってきてもらうでいいじゃないですか。よし確定でって言って、よし確定でって、そうしましょう、イエーイって言って、これできるの、まあ、営業でもいいんじゃないっていう話をして、手使えないなら現場は難しいと思うんで、うん、そういうとこでも使ってくれるんじゃないかなっていう、あと犬の世話とかできると思う、まあ、じゃあ犬の世話とか、は犬の世話とか、犬の世話犬の世話、犬の世話だけじゃちょっといないだろう、まあ、だけじゃ無理ですけど、うん、まあ、ケンさん普通にいい人じゃないですか、優しいし、うん、まあ、頑固だけど、うん、なん営業とかやってたら別にできるんじゃないかなとは思うし、うん、まあ、それは、まあ、ケンちゃん覚悟したんだったらいいじゃん、だけどなんかね、うん、なんか金稼ぐためだけに、まあ、何でもいい、何でもいい、営業でもやるわみたいな、でもってそんな甘いって、営業ってお前もまだ営業勉強してるわけだろ、はい、だったらお前も明日から営業でもやってみって言われたらいい自信だろ、ケンさんならできるかなみたいな、俺も別に戻したくない気言ってるわけじゃないよ、うん、それをケンちゃんが決めることであって、なんかお前をわざわざこのところに俺に頼むことじゃないんじゃないって、分からん、別に俺は戻ってくるのは賛成だし、だけどその覚悟してきてねって、これはじゃあ戻しましょう、だからそれをお前が言うことじゃねえだろって言って思ったで、そのお前が別にお前って言うなお前って言うなって付き合いがな、私はお前じゃないんで、名前お前って言うのやめてください、何を言うと、いや何を切れてんのか、お前じゃないんで、私も名前があるんで、ちゃんでいいの、そうですね、何をそんなこといきなり、いつもお前って言ってるんですよ、おらんちゃん、ね、な何が気になるの逆に、ケンちゃんを戻してほしい、俺は戻したくないと思ってると思ってるの、まあそう、うん、まあ、そんな感じかなっていう、足場班としてはみんな、じゃあどんな、例えば今、まあ、役割だとしても戻ってきてほしい、うん、ケンさんに戻ってきてほしい、うん、みんなの場で、うん、ケンさんの今役中組みてるケンさんの役割は犬の掃除と犬の散歩と犬のうんこの片付けとまあ確かに甘やかすって言ったらあれですけど、俺は別にその何もやめてきも言ってねえし、あの時もお前な病院から退院してすぐ飯食いとるわけじゃん、で、あの時の考えはもう俺は全然甘いと思った正直で、まあ、みんなも甘いと思った、しょうがみんな戻ってこやい、戻ってこやい、どこしでも何でもできるやんって、めっちゃ真面目な話やね。その社長の考えも もちろん分かるですけど、うん、ですけど、はい、ですけど、うん、まあ、社長からじゃ逆にそれをケンさんに声かけてもらうことはできないんですか、戻っておいでよって、俺はあの時ちゃんと話してるじゃん、だって考えてしっかり答え出して持ってきてって言ってるで、それはちょっと冷たくないですか、もうちょっと考えてほしい、冷たいって言って別にお前らが甘すぎるだけじゃないんです、甘くないと思います別に、それはだってさお前の意見でしょ、お前じゃないです私は、まずそのお前っていうのまずやめてもらって、じゃあなんて言われや言えやいいんだ、名前があるんでちゃんと名前で呼んでください、佐々木さんって言えの、佐々木さん、佐々木さん、そうですね、じゃあ佐々木さんでいいよ、はい、何をそんな向きになってよ、で自分の覚悟はないんだろう、ケンちゃんお前らのとこ行って、あ戻りたいわ、飯食えわ、どうしよう、手怪我したけど仕事ね、その気になら仕事なんか何もでもあれへんやろか、別に一緒の会社に働いてるだけは友達じゃねえだろう、居酒屋で働きゃいいや、まあ、友達じゃないけどでも家族ですよね、社長言いますよね、いつも従業員は家族だって、だけど従業員じゃなくなるかもしれない、なんかもうちょっと甘やかしてもいいんじゃないかなみたいなそんな方はもういい年こいて大人だぞあの人、じゃあそうですけどお前らが思ってるよりも全然強いってあの人は、いや弱いですよ、は弱い、強いって俺も知っとる、俺16から世話になってたぞ、じゃ あ, もうあれですよ、社長の方が全然ケンさんのこと分かってないです、じゃあ全然ケンさんのこと分かってない、俺は16かしてもお前らにそんなこと言われたくもないし、でも出会い気もあるよ俺が、いやでも私別に間違ったこと言ってるつもりないんで、じゃあ俺も間違ったこと言ってるつもりない、確かにわざわざ時間作ってもらったのは申し訳ないですけど、うんうん、でもわざわざ時間作って話さなかんなと思ったし、だから聞いとるやよお前の話を、だからお前じゃないんですって佐々木さんお前佐々木の話を聞いとるだろ、はい、だから、ケンさん戻しましょうって 社長から手を差し伸べてくださいって、いやだっつったの、何を佐々木さんが分かんない、
突然言われてなんか無気になって、いやそれ絶対ダサい。じゃあいいよ、じゃあ戻したけど、お前ら世話しろよ、犬みたいな、犬っころみたいな。他の人間はじゃあどう思う。ケンさんは犬じゃないですし。じゃあ他の人間はじゃあどう思うんだ、そんなこと言って。お前ああなな、社長の友達だったら、先輩だったら、 あんな怪我して動けへんのに1、2枚の金もらって働くんだ、犬の世話しとっていいんだ。犬の世話だけじゃないですけど、じゃあいい、営業の人犬の掃除できんでしょって。でも私たち今営業の仕事しとって、うん、犬の世話できないじゃないですか。犬の世話いいやもう、いいって。で犬は大丈夫。なんで犬なんか、そこ関係ないだろ。じゃ関係なくないんですよ。何をそんなにお前怒ってんの。お前が入ってくる問題じゃないんだよ、マジで。でもお前もなんかさっきからさ、佐々木さんもね、喧嘩腰で来とるし。だって社長って何回お前って言わないでくださいって言っても言うじゃないですか。今まででもそんなこと俺言われたことないし、またお前って言っちゃったからね、佐々木さん。嫌です。いやいや、その癖も出るじゃん。ちゃんと話聞いてくださいでしょ。聞いてる、冷静ないよ。もっと怒らせる、冷静ですよ。もっといけ、もっといけ。まあまあ、ケンちゃんとも話すから。じゃあ明日ちゃんと話してください。何を話すか言っちゃう。今後についてどの位置でじゃあ戻ってくる、どういう風に戻ってくる、どこに何をする、うん、戻すか戻さんかは別に関係ないじゃん。関係ないことは話せばいいんだろう。話すだけじゃダメです。俺が一本電話しないんだろう。じゃあ戻せって言ってるようなもんじゃん。その電話するだけじゃ意味ないですよ。話せって言ってるのか戻せって言ってるのかどっち。話をしてちゃんと戻してほしいってことです。ケンちゃん戻りたくないって言ったらどうするじゃん。営業やるって言うのか、どう考えてんのって。いや何も考えてないって。とにかく戻れやいいって言ったら、俺じゃあそれいいよ、じゃあ戻っておいでって言えばいいの。俺はじゃあ営業やればとか。俺が言うの。プランナーやればとか。俺がやれることを手差し伸べてくれればいいんじゃないですか。そうだ、この間も喋ったじゃん。だってそれはお前が言ってんのは、じゃあ佐々木さんが言ってんのは戻せって言ってんだよ。で戻す、なんであなたがいきなりそんなことを言い出すんですか。佐々木さん突然戻してほしいからです。じゃあみんなの意見を。じゃあなんでさ、佐々木さんがケンちゃんに言わないの。社長と電話で話し合うとか。なんで俺にこんなこと言いに来て。俺めちゃくちゃ気分悪いけど、ぶっちゃけ。なんかいつになったらはっきり結果出るんだろうなみたいな。ずーっとグダ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 なってる感じにしか見えなかったんで。俺も思ってる。じゃあなんで社長は連絡しないの。そうやって思ってるなら、じゃあ電話すればいいじゃないですか。いいよ別に。今すぐここで。いいよ電話してくださいよ。じゃあ今から。今からここでかけてください。いいよ。とりあえずやっぱり今いいですもん。今電話してるんです。今めちゃくちゃいいです。今じゃあそんなの覚悟はないんだろう、ゲンちゃんが。それ分かってるもん、俺にこうやって言ってきてんじゃないの。覚悟はあると思ってるから、こうやって社長に話するわ。じゃあ今は私と話してるんで。じゃあまあいいって。私も早く帰らないといけないんで。何言ってるんだお前、話したいって言ったら。いや聞いたらどこまで覚悟しようか。子供家で待ってるし。俺はもうそこからお前の目の前でな。じゃあ今じゃなくて明日でいいです。もういいよ。お前っていうのやめてください本当に。お前って言ってるんだよ。佐々木さんが電話しようって言ったんでしょ。だから今やめてくださいって言ってるんです。やっぱりいい。まあいいよ、まあ、とりあえずもう今日帰る。いや、納得してくれました私の意見。まあ、納得しました。絶対してないじゃないですか、その。しましたよ。その感じ。したって。してないじゃないですか。最後責任取るのかって俺らが最後。じゃあお前責任取れるの、佐々木さんは。取ります。じゃあお金の面も、じゃあお金払えるの。責任は取るけど、給料は社長が払ってください。いや、それは責任じゃないじゃん。社長の責任ってそこなんだ。じゃあ佐々木さんの、じゃあ社長やりなさいよ。社長は やります。じゃあ社長やります私。いやいやいや、じゃあ話せよ。川合君たちも話せよ。ケンちゃん戻したいから社長やります。私が全ての責任を負います。はい、な、営業の責任全部負います。数字が悪いもの全部私が責任者として責任を負います。営業の方の責任を取りません。ケンさんの責任の話ですよね。今ケンさんの話ですよ。だけど社長やるってことはそういうことだろう。じゃあケンさんに対しての責任はじゃあ取ります私が。ケンちゃんの社長になれよ。じゃあお前が給料払って、佐々木さんが。アホなこと言っとるな、お前、ほんと。ケンさんのじゃあ責任。もういや、帰れや。帰りません。じゃあ何を言っとるんだ、じゃあ。社長っていうことはそういうことだろ。会社の全部の責任を負うわけじゃん。じゃあ、ケンさんのじゃあ面倒私は見るんです。じゃあ、営業の責任を負うんでしょ。じゃあ、営業の責任を負うんでしょ。給料を払ってください、社長が。なんだもう、お前、俺の責任じゃねえやねんか。お前の責任じゃないやねんか、佐々木さんの。お前って、お前じゃない。佐々木さんって言い直してます。ごめんなさい。もういいや、帰れ。嫌です。社長やるか帰るか。ケンちゃんに電話させるか、どっちかしら。社長やります、じゃあ。佐々木さんは、
ケンちゃんがちゃんと働くかどうかっていうのを全部管理するんだな、はい、そうですね、な、はい、どこで積み込みきちっとやれよとか、はい、な、な、昼間ずっとあそこにおって犬の世話もしてもらって、犬の世話もういいだよお前、佐々木さん、全部もうお前、お前ってお前じゃないよ、分かった分かった分かった、もう分かった、佐々木さんごめんなさい、いつも従業員のこともみんなお前お前って言うじゃないですか、うん、社長 YouTube 上でも言うよね。なんで人の名前言わないんですか。相手は別にいいと思ってよ、別にいいでしょ。じゃあお前って呼ばれていい気する人なんか誰もいないでしょ多分。俺は別にそんなことない、先輩とかにお前って言われても別に普通、仲いい人たちからな、その仲いい人たちと従業員は別ですよね。だけど俺だってそうじゃん、じゃあ全員にやるじゃん、だから従業員が社長、俺は佐々木さんと仲いいと思ってたからお前って言ってましたけど、じゃあ私が仲いいって言って社長のことお前って言ったら違う、俺全員に言わんじゃん、俺じゃあ、じゃあいいぞいいぞ、なんか違う展開になってる、同じじゃないですか。謝ってください。ケンちゃん何も謝る、今までみんな謝っとるじゃんさっきから俺、お前お前って言ってること謝ってください。じゃあだってごめんなさい、佐々木さんのことお前って呼んでごめんなさい、いいですか。嫌です、ケンちゃんかなんてもうお前の話だよ。まあ分かった、まあ、みんな謝ればいいんだろ。はい、分かった、きちっと、あ、分かった分かった、従業員一人一人に謝ってください。分かる分かった、ケンさんにも謝ってください。何を、ケンちゃん連絡しなかったこと、ケンさん肩戻った、それは違うよ、違いません。何が違うの、謝ってほしいんです。無限ループ、一生無限ループ、ケンさんにも謝って従業員、私にも謝って他の従業員も謝って、もういいよ、明日しゃべればいいよ、電話しろって言ったり電話するなって言ったり、ハードッキーだろこれ、ハードッキーだろこれ、おい、なんだドッキリ、なんかあいやー、ありがとうございます。言ってめんどくせーな、お前ら。怖いよ、社長、怖い。怖い、今が一番怖い。大イライラするの。どうした今の場合、今だけでいいから。どういうこと、ドッキリですね、もうケンちゃんの話は何の戻したよ、ね。今回は本当に社長を切りさせようと。ケンちゃんは何だろう、それちょっとあるの、ちょっと俺にも意見があるの。全く何でも話しちゃう。全くないですよ、ほんと全く、たださ、ね、理不尽な、めちゃくちゃ理不尽じゃなかったって言っとること。ちょっと、小川さん、ぎこちゃえ、ぎこちゃえ、逆にやな、もういいよ、これからもうお前に言わよ。もうお前絶対呼んだよね、赤の他人になります。めちゃすねてる、めちゃすねてるじゃん、すねてるこれ。何ですか北山さん。こんにちは北山さん、お願いします。だんだん社長がかわいそうに自分で理不尽なこと言っとんなって思いながら、とりあえず社長切れさせなか切れさせなかみたいな、モニタリングしてるんですけど、これわけわからんこと言ってるし、下が理不尽なこと言ってすいませんでした。当たり前でしょ。もう自分でもなんかおかしいなと思いながらもうガチで、ね、電話されそうになった時は忘れました。だからやめてくださいとか意味がわからんって。こいつとかお前とかもずっと言うことだからよく考えたら、なんか自分でそう思ってないけど、こいつとかお前とか言ってるわ。じゃあそれやっぱり何気にしてんの、そこは全然気にしてないです。逆にそうした方がいいよ本当に。いやちょっと気持ち悪いからやめていただきたい。めちゃぎこちなかった。理由がなかったんですよね、そのキレさせようってする元の理由がなくて、うん、なんでケンちゃんの話した。そうです、まあ、ケンさんの話が一番リアルかと思ったんですけど、なかなかリアルにたどり着かんかったリアルにたどり着かよな。あ、岡部閉めてください。お願いします。ちょっとイベントをやってますんで、はい、まあこんな宣伝あれですけど、もうすごい盛り上がったね、動画になってるんで、はい、みんなで、ね、これ上がる頃にはその態度も売ってほしいんだよ。えじゃあまたねー。結局閉める。結局。じゃあまたねー。一番うざい。一番うざいんですけど。叩かれるマジ。叩かれるビーボーです。社員に俺あれが一番辛かったかもしれない。
俺佐々木って呼ばなきゃいけねえんだとか、今後ね、今後ね、そう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 でも多分ガチだもんね基本トーイックにおる人しか名前で呼べないです。